臨戦寺、参会院臨戦寺注文臨戦寺注文。参会院の非対臨戦寺は、京都州京区にある臨済州天竜寺派の寺院。三号は、霊気山。本尊は、弥勒菩薩。天竜寺を解散した国史、無双祖籍を祀る、解散堂にして、通常非公開。断林寺の旧跡に造営された、亀山上皇の離宮、亀山殿の別殿。 川端殿をその起源とする。川端殿を御所としたこの虫内神皇の皇居後、その医療は、生前この虫内神皇が我が子当然に養育した、世良神皇に授けられた。前週に経した、世良神皇は、南禅寺の十字、仏徳禅寺を解散として招き、川端殿に禅寺を創建しようとしたが、神皇は21歳の若さで没死、その翌年には、 仏徳禅寺も自弱したことから、父の五代醐天皇が1335年に、武双祖籍を解散として臨戦寺を建立したもので、ある。武双祖籍は天竜寺建立以後、臨戦寺に陰性指導時にて没したが、その意味は、臨戦寺境内の霊堂下に葬られ、その右方のセラ神王と共に祀られている。かつては門前に関門を設けて、諸人の通行を禁止にするほど、 国史入場の霊地として重要視された。現在も特別配管を除き、通常は非公開となっている。経済的には、泉潮穴省伊勢ふっつみくるや、日立里省道東岡田里、道西岡田号、佐賀大井村などを事業とした。江戸幕府から衆院状が与えられている。京都府京都州京区佐賀天竜でラツクリジ町33、無双国史の法廷。 共に、鎌倉の仏国国師に従い善の修行に励んだ。竹抜元勝、京都の善寺散歩山閣、1994年、ISBN4 から639012454。ありがとうございます。